常年司チャンネルニュースの虎川がおーはい始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。 JNN の世論調査出ましたということで、まあね、キッシーのこのワイドショー民主主義がうまくいっちゃってるんだよなぁ。これほんと困ったなぁと思います。ワイドショー民主主義って皆さんわかります？キッシーのね、権力強化のための無限フィードバックループシステムってあるんですよ。これがワイドショー民主主義なんですけど、これどういうことかというとね、岸田内閣ってそれまでの安倍内閣、菅内閣と違ってですね、もう官僚に好き勝手やられてます。ぶっちゃけ。安倍さん、菅さんっていうのはもう方針決めてね、例えば自由で開かれたインド太平洋って言ったら、もうこれでやりますからっていうことでね、ビシッとこうガバナンスしたんですよ。ところが岸田さんはあんまりやりません。Z のね、鼓動が聞こえるとかいろいろ言いますけど、財務省のポチだとかね、まさにそんな感じで、あまりね、官僚にね、対してグリップしないで好き勝手やらせるんです。で、その結果何が起こるかというとね、例えば、センター試験の次の大学入試共通テストあるじゃないですか。あの共通テストで、濃厚接触者はね、もう受けさせねえみたいなことを文科省が勝手に決めて、みたいなことが起こるし、それからあと、鎖国決めた時もさ、日本に帰国する日本人も絶対いらねえみたいな感じで、最初むちゃくちゃ厳しい方針出ましたよね。あれ一体誰が決めてんのって感じなんですけど、官僚が決めて、キッシーも最初はまあ、いわいわって認めてるんですけど、後でそれがね、ワイドショーで問題になるでしょ。これどういうことだとか言ってね、例えば、共通テストのやつなんかかなり問題になりましたよね。こんなことやって学生かわいそうじゃないかみたいな、わーって盛り上がってくるとキッシーがまあまあまあと、これちょっと何度かくん直したまえつってやるわけですよ。岸田総理いいって言ってたじゃんこの間までって感じなんですけど、ワイドショーにガーって言われると突然手のひら返してですね、官僚に鞭を振るうということで、普段は雨、ワイドショーで何か言われると鞭っていう感じで、これで霞が関をグリップする。まずこれが一つね。さらにですね、ワイドショーでわーって言ったことをキッシーが突然手のひら返してやるもんだから、ワイドショーもそれ以上批判できなくて、岸田さんすごーいって感じでキッシー持ち上げるんです。これで世論対策ということで、霞が関の官僚対策と世論対策、一石二鳥のこのフィードバックシステムがワイドショー民主主義と呼ばれてるんですよ。今回のね、この TBS、それから毎日新聞がね、一緒にやった JNN の調査なんですけど、まん延防止措置についてね、対象を広げるべきって人が 50% ということで、あーやっぱそうかーみたいなね、感じですよね。怖いって言ってる人がこういうこと言うんでしょう。岸田内閣を支持する人はですね、なんと 2.7% も上昇して、66.7% になりました。支持しない人はですね、ほとんど変わらず 29% ということで、内閣支持率はですね、3ヶ月連続上昇していると。なんか異常事態ですね。いいのかみんなそんな。いや、怖いのはわかるけどさ、でも経済が回らなくなるのはもっと怖いぞ。その辺はよく考えてな、ということで。まん延防止措置についてもですね、もっと広げるべきって言ってる人が 50%、適切が 40% ということで、狭めるべきって人が 7% しかいないんですよね。緊急事態宣言を出すタイミングについては、政府分科会が定めた指標に達する前が 45%、指標に達した時が 43%、出す必要はないが 8% ということで、多くのこのね、世論調査に答える、いわゆるワイド庶民と言ってもいいのかな、の人たちがですね、より厳しい措置を望んでいるということで。これやるだろうな、キッシーな。多分やるな。やると、また支持率が上がると。やりすぎた時は、これやりすぎだーって言ってやって、また拍手喝采というですね。もう楽でいいですね、岸田さんね。素晴らしいな、というふうに思います。今回のね、世論調査ね、岸田内閣の支持率が、なんとですね、上がっちゃってね、66.7% で、しかも自民党の政党支持率が 39.6% ということで、なんと、政党支持率プラス、内閣支持率ね、これ青木率って言うんですよ。青木幹雄さんという人が考えたんですけど、青木率が100超えてんのね。66.7% ですから、約106% ぐらいね、青木率がね。ということで、これもしですね、選挙やったらね、自民党ボロ勝ちみたいな感じの数字になっちゃってるんですよ。現状ですね、岸田内閣のこのね、流行り病の対策も、それから増税ちらつかせてるね、今の状態もですね、支持されてしまっているという、ちょっと困ったなぁと思います。ちなみにですね、立憲民主党なんですが、大きく支持率を下げまして、今回の CLP 問題が効いてるかどうかわかりませんが、現在 5.5% で、維新の会が 7.6% ということで、もう目に見えて維新の会が野党第一党になりつつあると。世論調査でね、支持率では野党第一党になりつつあるということなんで、足立さんとね、時田さんいろいろなんか揉め事あったみたいですけど、もうほんとツイッターでさ、ちょっと公衆の面前でやり合うのやめてもらってさ、しっかりと話し合って、出せる状態になったら表出していただくと。フルオープンつって言ってもね、全部が全部見せりゃいいってもんじゃないんで、その辺はちょっとしっかり、自民党のようなね、それこそね、安定感が、ちょっと維新には欲しいなというふうに思いました。そんな感じで、現状ですね、内閣支持率を見る限りね、岸安泰かなみたいな状態になっております。とはいえですよ。とはいえね、このまま行くとですね、間違いなく増税されてしまうのではないかなと。岸田内閣いろんなことは先送りしてますよね。例えば指定感染症の問題とか、それから彼らがね、そもそも出してきたいろんな増税の問題とか、やるともやらないとも言わずにですね、全部こう先送りして、あと雇用保険料のね、値上げもね、結局10月からということで、7月の参院選挙まあ回避するということでですね、問題を先送りして、これで支持されたらよし、支持されたという、じゃあ増税みたいな感じになるんだとしたら、これほんと困ってしまうなということで、せっかくね、この流行り病の中ね、なんとか耐え忍んでいる皆さんもですね、増税されることによって可処分所得減ればね、また経験悪くなってしまうので、これはちょっと厳しいかなと。まあ立憲民主党ね、 CLP 問題で世論工作が発覚しましたけれども、とてもじゃないですけど今自民党に対抗できるような状態ではないと、グダグダということで、もし参院選勝ってしまうとですね、岸田
田内閣は結構長期政権になってしまう可能性は高いですね。そうすると今年はまだ大丈夫かもしれないですけど、来年あたりからマジで増税みたいなことになるので、でも来年増税したらね、再来年衆院選ですから、そこでお給っていう話もあるので、果たして岸どっち出るか、ここはちょっとわからないところなんですけれども、ちょっと他の野党の皆さん頑張ってもらいたいなと思います。まあ、維新はね、支持率は減らしてるんですけれども、それでも 7.6% でね、以前に比べれば顕著に高い支持率を示しています。国民民主党なんですけどね、これねちょっとね調子悪いんですよね。支持率 1.1% しかなくて、共産党の半分しかないと。令和新選組が 0.7% なんで、あんまり変わらない状態になってるってことで、玉木さんもうちょっと頑張んねえとまずいかなと。それから N 国党ならね、 NHK 党を裁判してる党ですけれども、ここは 0.2% ということで、ちょっとね令和新選組にだいぶ水を開けられていると。社民党に至ってはですね、令和新選組にも負けてるという状態ですので、こういう状態で自民党の望むところなんですよ。左翼政党もバラバラになってですね、一本化できないというような状態だと、自民党がねまたやりたい放題で、豪族の皆さんとね美味しい補助金の話をして、はいこれで経済対策でございみたいなことになってね、豪族があまり文句言わないところから税金取るみたいな、また世界が始まっちゃうと、これは困っちゃうなぁというふうに思っております。ということで、本当にね維新はね、今本当に自民党の対抗軸として不満を吸収する唯一の政党になりつつあるので、党内のガバナンスも含めてですね、もろもろぜひね頑張ってもらいたいなと。それから国民民主党、いい政策言い始めてるので、ぜひねこのね、いわゆる左翼勢力をね、極左の方に行かないようなね、いわゆる中道左派勢力としてね、一つのこうまとまりを作るような希望の党でさえやろうとして失敗して今の国民民主党なんだけど、ちょっとそういう風にね頑張ってもらえないかなと。このままだとまた自民党がねやりたい放題になってしまうよというお話でした。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。